では今日はブドウの芽傷処理を行います。ブドウの木の出てきているこの芽の部分ですね。この芽の部分をより確実に発芽させるために芽のちょっと先の部分に傷をつけていく作業です。では入ります。アルコールで消毒します。消毒用エタノール飲んじゃいけません。ここをやってみます。ここに芽がありますね。この先の5ミリぐらいかなの先のところを傷を入れます。あんまり深く入れなくて大丈夫です。外の皮の部分を切るイメージ、それで自然とある程度のところまで切れています。ここですね。であとこちらをと、ここにあります。ちょっと見にくいですね。そしてここ、あ、ちょっと離れすぎたかな。でここですね、芽がちょっと見当たらないんですけど、まあ生えてくるかもしれんから切っておきましょう。この先の部分は樹勢が強いので切らなくて結構です。では次こちら行ってみましょう。このように5ミリぐらい離れたところを切ります。ここも切ります。じゃあ反対側切りますのでカメラさん移動お願いします。はい、ここですね。こんな感じです。ここから5ミリぐらい、ウィーン、はい、以上です。